今勉強会をやっています。大学の先生がゾーラ・ニール・ハーストンの小説について講義しているところです。この作品の特徴なんです。あなたも学校で習った？いいとこだ。大切なのは行間を読み取ることです。他に何か意見はありませんか？おばあちゃん、ここ結構綺麗じゃん。入ってもいいんじゃないの？この部屋は去年改装しました。あのドアの向こうは養護棟になっています。やっぱり養護ホームなんだね。共同住宅です。でも万が一養護ホームなんか絶対入らないからね。ちゃんと聞けよ。違うわよお母さん。私はね、車椅子のヨレヨレと一緒に暮らすなんてごめんだからね。お前は黙ってな。あんたが年寄りから金踏んだくって何様のつもりだい。こんなとこに入ったらすぐくたばっちまうよ私は。あら、なんてこと。あなた誰か医者を早く早く。